い、どうもロキポンです。よろしくお願いします。今回なんですけど、声真似しながら人狼ゲームやっていきたいと思います。で、その声真似するキャラクターなんですけど、人狼ゲームといったら推理じゃないですか。推理といったらやはり名探偵コナン工藤新一やっていきたいと思います。始まったね。役職なんでしょうね。ちなみに僕人狼ゲーム全然わかんないからね。何これ、選べんの役職。はいはい、なんだ騎士だ。騎士は多分これ人狼からの攻撃を守れるやつですよね、確か。で、多分これテンプレって言ってたんで、多分1日目は誰も噛まれないと思うんですよ、うん、で自己紹介、おのおの自己紹介とかいろいろ考察から始まると思うんですけど、そこでいきなり工藤新一になりきってね、この難事件を推理していきたいと思います。あ、夜が明けたぞ。はい、死んでない、誰も死んでない。うわ、めっちゃ前からじゃん。はい、拓郎です。はいはい、村人陣営です。気楽にやりたいと思います。こまえちなんで、高校の時の先輩と同じ名前。そう、みんならしっかりしか聞けないから考察は伸びないと思うんですけど、まあそうですよね。一番最初に話す人って情報量が全くないから、そうそう、考察もクソもないんですよね、うん、まあせめて印象を悪くしないようなトークをすると思うんですよ。ちょっと俺マジで人狼ゲーム分かるんねんから。1番プレイヤーが発言します。僕の名前は工藤新一、高校生探偵です。今日ここで密室殺人が行われると聞いてきました。もしこの中に犯人がいて本当に殺害が起こるとするなら、必ず僕が謎を解き明かします。ちなみに僕には騎士というカードが届いています。このカードが何を意味をするのか僕はまだ知りませんが、必ず謎を解き明かします。真実はいつも一つのプレイヤーが発言します。はい、こんな感じで、どうも、占い師でした。お、占い師で、1番さんがランダムで白です。1番がランダム白。1番さん行っちゃったんか。おぉ。行っちゃった。行っちゃったんか。やっぱ、いきなり騎士宣言とかしない方がいいのかな。6番さん、僕、多分6人村なんで、多分対抗出ると思うんで、占いが。そうだね。まあ、占い師が2人。ライン考察をバンバンしていくんで、まあ、そこでちょっとおかしいな。対抗ってのは多分その占い師、僕も占い師ですみたいな人出てくると思うんですよ。その占い師がどちらかのやっぱブラフなので精査していくと思うんですよね。一周目だからね。3番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。占い師です。5番さんにしろ、ランダムにしろ。いきなり占い師対抗お願いします。ということで、自分目線2番さん黒ですね。うん、ということで1番さんが騎士使用しました。これでも2番さん、俺騎士だから2番さんの言ってること正しいんじゃないの。こいつ嘘だろ。こいつ犯人だろ。1が本当の騎士かどうかまあわからないですけどね、まだ。バカ野郎、俺工藤新一だぞ。工藤新一だぞお前。ブラフでしょ多分。2番さんは本当のこと言っていると思います。以上、4番のプレイヤーが発言します。まあもうね、2、3で対抗出てしまった以上は、1番さんが潜伏でないしっていうふうに法律さんなくなりましたね。っていうところで、6番さんがね、気軽に終わってるっていうところがね、ちょっと気に食わないんで、6番さんは、ね、ローやと見立ててやっていきましょう。なんで別に良くない。2番さんっていうのは1番さんに白が出た上で1番さんは騎士をしてしまった。そうですね。その時点で2番さんがね、1に白打って騎士やった場合っていうのは、平野村アンブにした方がローは強いです。平野村アンブって何。3番さんが出てきた理由はほんまに分かんないんですよね。はい、この盤面っていうのはローの方が強くなるので、2番さんは1に白打って騎士って出てるのに、こいつすげえな。2番さんってそこの位置で、日照場面になるわけないでしょってところなんですよね。で、考えた時に3番さんの使命が若干上がってしまうってところですよ、2番さん。はい、いやいやいや、すごい。この人すごいね。もうリーガルハイのコミカト先生ばりにめっちゃ喋るじゃん。これもちょっと関西弁っぽいな、これ。服部じゃない、この人。服部じゃないですか。5番のプレイヤーが発言します。お願いします。はい、お願いします。そうですね。確かにって思いましたね、4番さんの発言。4番さんすごいな、やっぱ。僕は、ね、結構人の、なんていうんですか、嘘が、うん、分かるタイプでね、生まれつき嘘が分かる。なんだこいつ、警察官か。今のところ人間嘘発見器、人間嘘発見器来た。2週あれば分かる。2週あれば分かる、マジで。ちょっとしっかり聞いておきますね。こいつやべえな。6番さんと4番さんは今のところ
別に変わんないかなと思います。はい、頑張ります。6番のプレイヤーが発言します。2周目ですね。5番さんのありつき嘘わかるんなら1周目で教えてほしかったな。いや本当そうだよ、だって2周目で5番さんの話聞いてから俺発言できないじゃん、1周目しか聞けないから。まあそうだね、そうだね。あなんかチャラいな喋り方。やっぱ人狼ゲームやってる人結構頭の回転早いですよね。俺向いてない俺向いてない人狼ゲーム、まあ、僕にはね声真似という武器があるんですよ。うん、笑ってんね。そのままキシポンって噛んじゃって、キシ噛んじゃってって言った今俺、噛まれちゃうの俺。まあ確かに人狼からしたら騎士と占い師は天敵ですからね。これは3番さん入れようかな。3番さんやばいよ、3番さんに入れてくれても構いません。3番さん戦なんだことじゃん。北沢行きますよ、行きますよ。おかしい、ここで3番さんの占い師対抗宣言はまるで宿狩りが殻を捨て海中をうろついているようなもの、僕には理解できない。ですがここを明白にできれば真実へまた一歩近づきます。皆さん慎重に考察していきましょう。真実はいつも一つ。2番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ってことで、まあそうですね、まず、なんかそんな考え方があるんですね。4番さんのその考え方を聞いてなるほどって思いましたね。まあ、確かに4番さんすげえな。まあでもね、なんかね、僕は普通にランダムで1番が出て、まあそこでなんかね、まあ、キスって言われて、まあそれがね、そんな動きができるかなんてね、知らなかったですね。まあなんかそういうふうに突っ込んでくるようなさ、まあそれはなって思いましたね。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です、よろしくお願いします。2週目ということで、ちょっと待って、ルーちゃんなんだこいつ、顎が邪魔だぞ、顎が邪魔なってる。3番さん、俺2と6しかほぼないと思ってます。2と6、どうもどうかな、変える、相方一っていう発言になったのか、そこがマジ終わっちゃった、大事なとこ終わっちゃった。4番のプレイヤーが発言します。めっちゃ笑ってる。6番さんっていうのが色を落とさなかったんですよね。やっぱ6番さんがローかなと思ってるけど、確かに。でもこれセオリー的に騎士って潜伏してるんじゃないですか。騎士って言っちゃったらやっぱ狙われちゃいますからね。村人陣営からしたら騎士って結構重要な役割なんで、守ってくれるんで。2番さんの趣味はちょっと上がる。こいつすげえな、マジで。で26、嘘で聞こえたかどうか聞きたいな。はい、アンサーお願いします。5番のプレイヤーが発言します。そうですね、そのやっぱり1周目の4番さんのあの発言は正直ね、嘘だに聞こえてたっす。3、4人狼なんだろうなと思ってたんですよ。3、4人狼だから4番さん、やっぱり3番さんは疑われてるんですね。そうやって言ったのかな。でもどうなんだろう、多分心理的に人狼はやっぱりバレたくないじゃないですか。占い師が確定したらやっぱもう人狼じゃないともう認識されるので、だから対抗の占い師っていう存在は出てくると思うんですよね。3番さん人狼じゃないの？わかるんですけど。言えよ、じゃあよ。人狼かは分かってるっす。お前嘘発見器。もう一周聞かないとちょっとわかんないっすね。わかんねえんじゃねえか。本当にわかんないです。わかんないじゃん。わかってるんすけど。頼むぜ、人間嘘発見器。わかってるんすけどね。わかってねえじゃん。4やっぱ村なのかな。4がちょっと。はい、ということで、全プレイヤー発言終了しましたね。ここで、何番さんをまずはじめにするか、選ぶみたいなんですけど、まあ、どうしようかな。とりあえず最初だし、まあ、未投票。未投票にしましょう。皆さん、未投票。あ、3番さん。やっぱ3番さんが、投票が終了しました。釣られましたね。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。結構疑われてましたからね、3番さん。残念ですが。あ、遺言か。釣られちゃったよ。あー、そうだね。やっぱりそんな、まあ、釣られちまったんや。サバさん、サバさんまたしゃくれてるぞ。大事。これやっぱ、しゃくれが原因じゃないかな。それがところかな。
ですね。三番さん、おー、5番さん笑ってるじゃん。三番さんの原因は特例ですね。その意味